2月25日、今日も行きます。今日は数字をやりましょう。1から10まで。も、はい、ば、ぽん、なん、さう、ばい、たん、ちん、もえ。あいん、田中、後輩、かいばり。田中さんはスーツケースを2個持っています。アインコーサクホン。アインコーサクホン。あなたは本を持っていますか？コートイコーサクホン。トイホンコーサク。ジャーディンアインコーマイゴエ。ジャーディンアインコーマイゴエ。あなたの家族は何人ですか？ゼアディンドイコーボンゴエ。ゼアディン、ゼアディン、ドイ、ゼアディンドイコーボンゴエ。コーボ、コーボンゴエ。4人家族、私の家族は4人います。チコマイクエンサク。チコマイク、チコマイクエンサク。あなたは何冊の本を持っていますか？クエンサク、マイクエンサク、何冊の本？トイコモクエンサク、一冊の本を持っています。モクエンサク、モクエンサク。カイバリナイトと、ナイト、このスーツケースは OT。OT はと、と。カイバリとない、こ、なん、ほん。この大きい、この語順が変わって、カイバリとない、この大きいスーツケースは、こ、なん、ほん。重いですか？ほん、なん、は重い。こ、なん、ほん。こ、なん、ほん。カイバリとない、こ、ない、ほん。ほん。カイバリ、ドホンナン。いいえ、そのスーツケースは重くありません。コンメオドゼトン。この猫はかわいい。コンは、猫に対する、動物に対する、これなんだ、類別詞、ね。コンメオド、ドはその猫っていうことね。ちょっと遠くに離れたところにいる猫のことを指して、コンメアド、ゼートン、ゼートン、ゼートン。これは難しいね。トーンはね、かわいいって意味なんだけど、トゥは、有声音、トゥ、th。トゥオン、トゥウ、ウオン、トゥオン、トン、トン、ゼートン、ゼートン。合ってっかな、これ。正しいかどうかを誰か教えてください。教えてくれねえよな、誰もな。コンメオゼートゥンドクアアイ。これまた語順が変わって、このかわいい猫。だから、最初に猫、かわいい。で、その、っていう語順に変わるのね。コンメオゼートゥンドクアアイ。誰の猫ですか？クアアイ。コンメオゼートゥンドクアチマイ。そのかわいい猫はマイさんのです。ごえいきやてっ。ごえいきやてっ。ごえ、人だよね。で、きやは、あの人、その、離れたとこにいる。代名詞。代名詞じゃねえ、なんだ。てっ、きれいです。あの人はきれいです。ごえいきやてっ。ごいでっ、きやらあい。また語順が変わって、ごいでっ、きれいな人。あそこのは誰ですか？ごいでっきやらあい。ごいでっきやらちらん。ごいでっきやらちらん。綺麗な人はランさんですと。はい、こういう簡単なところを何回も何回も繰り返してバッチリやって、空で言えるようにしたいとダメだね、これね。難しいことやる前に徹底的にやって、
パッとすぐ出てくるように発音も合ってるかどうかはちょっとまたベトナム人の同僚に聞いてもらいましょう。これね、自分で練習しておいて。タンビエット。